アップルスマイル月曜日この時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしていきます。今月第4週の今日は B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎の最新情報をお届けしてまいります。スタジオご出演は医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明先生です。川西さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。暑いですね。週末暑かったですね。本州の人に言ったら怒られる。いやいや、まあ、そうなんですけどね。でも北海道も暑くならないと野菜が、ね、はい、できなかったりするので。そうなんですよね、はい、7月雨多かったですからね。日照時間絶対足りないですよね。週末はいかがお過ごしだったんですか。今週末はですね、はい、江差、北見江差と稚内の河岸検診に行ってきました。はい、いかがだったでしょうか。ですね、江差が47名で稚内が26名ということで、うんうん、予約した患者さんほとんど来てくれましてね、はい、患者さんというか受診者の方 で、うんうん、で幸い肝がんの方はいなかったんですけども、うん、膵臓がんが疑われた方だとか、うんうん、あと新型肝炎の治療を進めた方がいい方なんかも治療につながるような流れができたのでとても良かったと思います、うんうんうん、あとは脂肪肝の患者さんがですね、食事療法等のですね、はい、これ繰り返しの説明でやっぱり原始人食私がやってるのをですねちょっと真似してみようかなと思って試みる人が何人か出てきてるなっていうのが分かったので、はい、このまま引き続きやっていこうかなと思います、はい、なるほど。どう続けたらいいですかみたいなことはないですか。どう続けたらっていうか、はい、やっぱりできませんでしたっていう人が報告がね体重はどうでしたかって聞く、はいはい、変わりませんって変わりません。変わらないならいいじゃないですかって増えてはいないからね。でも増えてるっていう人も結構いましたね。そういう時どうアドバイスされるんですか。まだ諦めないでいきましょう。継続ですって、ね、もう一回やってみましょう。できることだけできる。でもできるところからです。いや、そうですよね。いや、意識するっていうところから始まるともありますもん ね、ということでございました。その他この1ヶ月いかがだったでしょうか。はい、7月の19日にはですね札幌市の老人クラブのこれからクラブさんというところに行きまして、はい、まあ、30分程度ミニ勉強会して肝炎ウイルス検査と脂肪肝の体験移行というのをやってきました。あと、7月の、6月の28日にはですね牧師さんに来てもらって、希望の扉、あなたはとても大切な人ということで、まあ、別れに対してねどんなふうに過ごしていくかだとか、うん、ホスピス的な、ね、関係だとかも話してもらって、まあ、なかなか、やっぱりそういった道でやってこられている方の話ってね、うん、興味深く聞かせてもらいました、はい、というところですね。はい、はい、ということで1ヶ月でございました。そして今日は川西先生のお隣にはですね同じく、肝臓クリニック札幌から品川さんにお越しいただいております。品川幸則さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。今日ですね、はい、アップルスマイル全体の番組のテーマが、盆踊りに行きますかというテーマでお届けしているんですが、はい、品川さんは地元はどちらになるんですか。私道東なんですよ、ね、道東。あ、そうなんですか。そうなんですよ。道東、小さい頃は盆踊りとか行かれましたか。やってました、やってました。はいはいはい、私小学校中学校なる頃にはもう行ってないですけど、はい、もう小学校の時にはなぜ、まあ、ちっちゃい田舎町なんですから、うんうんうん、もう隣近所全員誘ってでみんなでやってましたね。もうなんかお囃子が聞こえてくるとみんなで行ってみたいな感じですよね。すぐ近所の学校のグラウンドでもう準備から全部始まるので、はい、うんうん、あ、グラウンドですよね。そうですよね。小学校のグラウンドでやってますよね、はい、でもそれ中学校になったら行かなかったんですか。いや、行ってないですね、小学校の時は親に連れられてとかお菓子もらえたりして、はいはいはい、ああいうのでなんか釣られて行ってた記憶があるんですけど、おやつのために行ってたんですね。中学校になってから学校変わっちゃうので、なかなか行かなくなったようなイメージありますけどね。大人になってからはいかがですか。いやー、行ってないですね。行ってないですか。踊り公園でもやってますけども、いや、なんとなく音聞こえればね、はいはい、懐かしいなっていう感じはするんですけど、はい、まず行ってないですね。そうですか。小さい頃、うちの子供たちが小さい時は、うんうん、はい、それこそね、じいちゃんばあちゃんの家行った時とかどうしても盆時期に帰る、はい、ったりとかするので、うんうん、はい、その時に連れて行ったりとかはした記憶はありますけど、はい、もう子供たちもそういうのもね、ね、大きくなってね、うん、いや、たまに行ってみたら多分踊れますよ。いや、踊れます、踊れます多分。
もう体が覚えてると思うし、あと見よう見まねでやってるうちにああこうだったって多分ね、もう全員踊れる、ドサンコみんな踊れると思いますので、もうあのちゃんこちゃんこのやつですよね。はいはいはい、なのでぜひ今年行ってみてください。たまに行ってみよう、たまには行ってみてください。はい、はい、そしてお隣はですね、全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団から小野さんにお越しいただきました。小野さんこんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小野さんは盆踊りとかはちなみに、いや最近は行かないですけど、はい、20代の頃は踊り声に何回か行きましたよ、北海盆踊り、はい、もうあそこでやるのももう長くやってますから ね、 ですよね、ずっとですから、なんか思い出ありますか。思い出ありますか。いやーオードリーは別にね、ふざけて友達と言ったようなね、あれあのその盆踊りですからね、あでもやってるぞみたいな、ちょっとね、言ってということですね。はい、なのでさてそんな大野さんなんですが、この1ヶ月ぐらい原告団の皆さんまたどんな活動ございましたでしょうか。はい、今平成26年にですね、医療費助成の全道179市町村、プラス北海道で180ですね、ここにお願いをし、減少の振り回ってもお願いして採決を至ったんですけども、それに対する感謝をですね、はい、今月の頭から道内のみんな原告さんが手分けをするというかね、道東道南道北とかですね、はい、大体今週中には170、まあ、180ですけどね、終わりそうですね。はい、住久小川代表も今日は中標津行って行ってでも俺お礼でって回ってらっしゃるんで、本当に一つ一つの自治体を回ってるってことですよね。それとおかげさまで今年の12月から肝炎ウイルスが原因で発生した肝がん、肝硬変、重度の肝硬変ですね、はい、これに対して医療費の助成がいただけるようになったので、創設してもらえるようになりましたので、ね、はい、まあそのお礼なんですけども、それで今原告さんみんな手分けして回ってます、はい、そうなんですね。これが暑い中皆さん入ります、ね、いやそうですよね、ということで、でも一つ一つねお礼をして回って、ね、おかげさまでっていうことですもんね、はい、各保健所とか、うん、保健センターにははい、上りですね、上り検査を受けましょう、はい、あなたもかもかもっていうそういうような上りを配ってます、はい、ね、まあ、あとリーフレットだとか、肝炎のハンドブックってあるんですけども、はい、それも一緒に配らせてもらってます今 ね、 ね、まあ、議会と保健センターとこう抱き合わせというか、そうです、ね、行けば大体近くにありますんで、はい、まあ、大変でしょうけども、まあ、皆さんこの暑い中は頑張ってくれてますね。そうですね、はい、なんかそれね、上りとかね、ぜひ保健センターとかでも活用していただきたいですね。そうですね、毎年肝炎令には、ね、うん、出して、はい、立ててもらえるようにお願いしてます、うん、今。そうですね、はい、でパンフレットとかリフレットとかもね、保健センター訪れる区民の方とかに、ね、はい、持って行っていただいたりとかしていただければいいですね。はい、ということで、でも本当に草の根で一つ一つ今回られているということでございます。さて、今月7月もあっという間でございますけども、川西先生何か最新情報などございますでしょうか。最新情報的にはですね、はい、先日北大の第三内科の坂本先生の、はい、講演会参加してきまして、そこで肝硬変の治療の、治験の結果が聞かれて、はい、で大体肝硬変気味だった人を12人ぐらい治療したところ、4分の1ぐらいの人が線維化が改善したということで、まあ、今までウイルスの薬しかなかったですけど、本当に肝臓が硬い人たちの治療をすることで柔らかくなるっていうことと、あとその後柔らかくなった後に肝臓の働きもやっぱり良くなってきてる人がいるっていうことが分かって、やっぱり肝硬変ウイルス性肝炎 B 型も C 型も一応ウイルスを抑えたり消したりして進行を止めることはできたんだけども、その後やっぱり肝硬変が治ってきてない方っていうのがいるので、そういった方々にいい薬になるんじゃないかって話がね聞けたのと、あと C 型肝炎のウイルスの薬でね、エプクルサっていう薬の、まあ、治験の中身をお話し聞きまして、今までは肝硬変になって腹水や黄疸が出ると治療薬使えなかったんですけども、その薬が使える薬っていうことでね、
認可がされるっていう予定になってて、あとウイルスが効かない人たちにも最終的にこれが一番効くだろうって言われるようになってきたので、うん、そういった耐性ウイルスで効果がなかった人たちにも使える薬っていうのがね、多分早ければ12月ぐらいには、うん、あの処方できるようになるんじゃないかって話をしてました、うん、そうですか、新しい薬がまたね、出ると本当に日本にいる肝炎ウイルスの方のね 99% は治せるだろうと、うん、新型肝炎については決着がつけれるんじゃないかっていうふうにね期待している薬が出てます、うん、はい。今お話の中で肝硬変という言葉が出てきました、まあ、よくね聞く言葉なんですけども、うん、肝硬変っていうのはその言葉の通り肝臓が硬くなってしまうことなんでしょうか、教えていただいてもいいですか、はい、そうですね、はい、肝臓の中に炎症が起こると、はい、細胞が壊れて治ってを繰り返すんですけども、はいはいはい、普通に急性肝炎っていう状態であれば1回壊れても肝臓ってほとんど再生してくれるんですね、元通りになるんです ですね、炎症を起こしたところが治りきる前にまた次の炎症が起こるっていうふうにしてこう繰り返し繰り返し起こると治しきる前に治らなくってまたそこが傷跡として残るっていう繊維化っていうんですけど、その繊維化が何回も何回もできてくるとどん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 増えていって肝臓が縮こまって硬くなってくるんですね、うん、あ、じゃあ炎症を繰り返す、治る、炎症するっていうのを繰り返すことによって全体が硬くなって縮こまってきてしまう、うん、ということなんですね。でよくね、ただ肝臓が硬くなるだけですかって、うん、あの思われるんですけど、はいはい、あの治ったり壊れたりを繰り返してるんで、もともと肝臓の働きが 100% 保ててた肝臓がどん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 あのその入り組んだ構造になってくるものですから、スムーズにこう血液が流れない、胆汁が流れないってなると働きがどんどん落ちちゃうんですね。だ同じ100の細胞が再生したとしても働きが3分の1とか4分の1とかになってしまうので、まあ、肝硬変になってくるとやっぱり、うん、あの肝不全のそういう脳症だとか、うん、腹水だとか黄疸が出るだとかっていう症状が出てきてしまうので、うん、まあ、肝硬変でもその症状が出ない代償期っていう時期であれば、はい、まだまだ戻せるだろうって言われてるんですけど、うん、言われてたんですけど、うん、その非代償期っていうのが腹水や黄疸が取れなくなってくる、うん、そうなってくるともう手がないっていうことで、うん、いかにこう肝臓の働きを守るかっていう治療に徹するんですけど、うん、今はそのそこを改善させて良くする治療がこれから出てくるということで期待されているんですね。じゃあこの硬く縮こまってしまった肝臓もまた柔らかくなっていくんじゃないか、することができるのではないかということですね、はい、これでも大きいですよね。本当大きいです。だから肝硬変肝がんになっている人でもその肝臓の働きが良くなれば、うん、もう少しこう人生 ね長く元気に過ごせるという方がいらっしゃるので、ね、なんか肝臓とか腎臓ってやっぱり悪くなってしまうとその機能がね、あのやっぱ回復させるのって難しかったりする臓器なのかなと思うんですけど、うん、でもその肝硬変の固まったところが柔らかくなる、そういうお薬とかもね本当期待していきたいですね、はい、はい、ということで、最新の情報いただきました。さて今日はですね、実はリスナーさんから1枚メッセージをいただいております。ご紹介したいと思います。アップルスマイル月曜日オン中、川西先生こんにちは。こんにちは。こんにちは。質問があります、脂肪肝の人にはレモン水が良いと聞き1ヶ月くらい続けていますが、病院には行っていません。20代の頃にこれ多分脂肪肝と言われて数十年それから経っています。このままでいいのでしょうか、教えてくださいというラジオネームももさんから、はい、ちなみに肝臓の検査はクリアしてますというふうに書いてくださっておりますが、はい、血液検査的には正常値になっているということで、うん、多分脂肪肝の診断がエコーとかですね、はい、いる方だと思うんですね、うん、で、ほっといていいのかって言われると、はい、良くなったか悪くなったかを確かめてないので、なんかチェックしてないってことですよね。絶対には、うん、ちゃんと受診して、うんうんうん、脂肪肝の状態を把握する、はい、で脂肪肝ってただ脂肪肝だけかどうか硬、はい、くなってないかどうかっていうのが大事になってきますので、うんうんうん、そういった意味ではエコーの検査だとか血液の検査を一回ちゃんと受けて、ねうんうん、診断つけてもらう必要があります、はい、であとレモン水がいいのかっていう話なんですけど、うんうん、まあ、脂肪肝の対策にはね、はい、食事や運動が入ってきますから、うん、その中にレモン水を取り入れてるっていうのはありだとは思います、うんうんうん、で大事なのはそのレモンがどういったレモンかっていうところがね、
今いろんなレモンがありますから、はい、そういった意味ではできるだけ添加物だとか農薬だとか使ってないようなレモンを選択してもらうというのが前提にはなりますけども、まあ、レモンもそういうクエン酸だとかいろんな、ね、成分がありますし、まあ、酢なんかもねいろいろ推奨されているところもありますから、そういった類のことがありけば悪さはしていることはないと思いますから、取り入れるということはいいと思います。ただそればっかりをやるっていうことはね、決していいことか、これやってるから大丈夫って思っちゃうとあれですよね。だからレモン水と一緒にやっぱり食事量もね、私が勧めてるような卵を食べてみるとか野菜をたくさん取るだとかとか、そういったことを合わせてやるとより効果が高まるっていう認識でいて、いろいろ取り入れてもらえると間違った方向にはいかないと思うんですよね。なるほどね、はい、これ脂肪肝っていうふうに一度チェックされてるというか言われたっていう方、はい、ラジオの前に桃さん以外にもいらっしゃると思うんですよね。どれくらいの頻度でチェックしていったらいいものなんでしょうか。はい、そうですね、普通にエコーレベルで脂肪肝って言われてて血液検査に異常がない場合は、半年に1回ぐらいは確認して脂肪肝がなくなったら年に1回ぐらいでもいいと思うんですけども、実は肝臓の数字が正常でもですね、脂肪肝の食事療法すると正常範囲の中でもね改善してくるんですよ。そっかそっか、数値が良くなるんですね。だから異常値じゃないから安心するんじゃなくて、自分は頑張ればちゃんともっと正常の値が良くなるんだっていうこともねありますから、そういった意味では最初何ヶ月おきぐらいでもいいのでね、一回チェックして本当に脂肪肝が良くなる方向にいるのか確認した上で、これを継続していけばきっと良くなるというかね、そういった見方してもらえればいいので、本当に脂肪肝なくなって落ち着いている方は年に1回ぐらいしていればいいと思いますし、脂肪肝があるっていうことが分かっている人であれば年に2回はやっぱりチェックしてちゃんと良くなっているかどうか、悪くなっていれば早めに対処しなきゃならないので、そういった意味では肝臓っていう臓器はやっぱり病気が見つかっている人はね、どの病気でも最低年に2回は受診してほしいなと思うんですよね。半年に1回、6ヶ月に1回ですね。でも6ヶ月に1回受ければ、複数回受ければそれこそ血液検査の結果が改善してるとかどうかっていうところが、ね、比べることができるからいいですよね。だから検診だとね、異常値で受診しましょうって勧めてくれるんですけども、そこじゃなくて脂肪肝でちゃんとなってるかどうか確かめたいっていう、はい、やっぱり意識の高い方であれば、正常値の範囲の中でも良くなってきてるかどうかっていうのをね、確認していただけるとよりいいかと思います。そうですね、はい、これぜひももさん、そしてねラジオを聞いてくださってる方、参考にしていただければなというふうに思います。メッセージありがとうございました。ファックスでいただきました。さてここからはですね、このコーナー恒例となっております、シンガーソングライターアキさんによります1曲、披露していただきたいと思います。スタジオライブでございます。今日は何の曲でしょうか。今日はきっときっとっていう曲歌いたいと思います。まあ、肝炎デーがね、7月28日の土曜日、今年ありますけども、まあ、B 型肝炎も C 型肝炎も自分が肝炎だって言った途端にね、近所付き合い断られたり友達付き合い断られるなんて人がいて、日常生活でうつる病気じゃないんだってことを知ってもらえればね、それだけで良くなる、ね、みんなの気持ちが楽になるってことがあるもんですから、そういったこう患者さんの思いを聞きながら作った曲なので聴いてみてください。
界を思う自分の希望を願うみんなの心の中のとても素敵なこといつかきっときっと叶う日が来るといつかきっときっと素敵な日が来るとそう信じて私は生きそう信じて私は生きるありがとうございました。さてここで私からお知らせです。集団予防接種の際注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われています。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められています。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料で肝炎ウイルス検査をしています。検査は採血だけなので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所お住まいの市町村にお問い合わせください。また集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団電話番号は 011-231-1941 番 231-1941 番までお願いいたします。さて、品川さんにお話を伺いましょう。品川さん事務長、はい、ブログ見てますよ何ですかその話を事務長。いやね、はい、そう、いやまさかここで来ますか。来ます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 、はい、いやね先生からそろそろ来るなと思ってたんですけど、はい、それからこの公の場で、はい、公の場で、はいはい、あれですよね、肝臓クリニック札幌の皆さんでブログを更新されていらっしゃりますよね、はいはい、そうですね、はいはい、どうですかネタは。ネタですか、はい、いやそれがですね、はい、いやー ここでですか来ましたね結構ねやっぱり、はいはい、うちの職員さんたちみんなの分散あるので、はいはい、いろいろ持ち回りでブログはやってるんですけど、はい、書いてらっしゃいますよね。そうですね、はい、事務長書いてないんですよ。事務長ぜひ最初の2回ぐらいしか書いてないのでそろそろ事務長の番じゃないかなって僕は楽しみにしてるんですけど、いや最近なんかそういったなんていうんですかね、はい、うちの職員の言葉尻になんかそういったのをすごく感じるねそろそろ事務所行かないとやばいんじゃないかなっていう。知らなかった。知らなかった。あれ解説知らなかったと今たぬきょし書いてくれてる人ので話ばっかりが見えるので、ね、書いてなかった人なんか実は気にしちゃうんですね。ってことで多分ね次の更新は事務長になるんじゃないかなと僕は思ってます。そうですね、ここ 1,2 ヶ月一番嫌な汗かいてますじっとりね今ね。しないよ。でもねいろいろやっぱり今考えててっていうか、うんうん、自分の中でやっぱりその周りが書いてる中で、はい、いや本当にやばいなっていうのは自覚しつつあるんですよ。いやいやいや最近なので、はい、近いうちにちょっとドンとしたやつ出しますから。ドンとしたやつをやっていう言っちゃったらもうまたやんなきゃならないですよ、ね、すごいドンとしたものよりもねこまめにちょこちょこ出してくれるのがありがたいってそうですよね、作ってる方は言ってましたよ、ね、言ってましたよ人捨てに今なんかね聞こえてきましたけど、ね、そうですね、はい、でも本当にスタッフの皆さんね更新されてるのとか見ていて、ね、すごく親近感を覚えたりとか、うん、ね皆さんこういう方が勤めてらっしゃって日々信憑に当たってくださってるんだなとかっていうのが分かってとてもいいねブログだなと僕思うんです、うんまあ、確かにその職員の、うん、なんていうんですかねその形かしこまった形のものっていう、うんうん、公式のものっていうよりは、はい、もっとなんか、まあ、砕けたって言ったら言い方変ですけど、はいはいはいまあ、職員の、まあ、プライベートというかね、まあ垣間見えるような、ねうん、話とかも載ってるので、まあ、読みやすいかなっていうのと、うんうんまあ、親近感も湧くかなという、はいはいねまあうんプライベートっていうのも一つはあるかもしれないけど、うんうん、やっぱり患者さんのことを思っている職員の姿を、ねねうんうんうん、してもらえたらなと思って、はい、やっぱり患者さんに対するメッセージとしてねいろんな話題がきっとあると思うので、はい、そんなのをこうみんなのそれぞれのねキャラクターを発揮してもらえればいいなと
分かってもらえればもうね、あの来たがる人きっといると思う。そうで、いや本当そう思います、本当思います、はい、ね、ということでございますので、気になった方はぜひ、肝臓クリニック札幌で検索していただければなと思います。さて小野さん、これからの予定なども伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、昨日もずっと言ったあの、おとといは苫小牧、昨日は愛別、啓発活動をやってきました。はい、それであと7月の28日は川先生と一緒に赤レンガ、はい、して午前中は28日ですけど京都の健康祭りですか、はい、そこで午後から川西先生と一緒に、それとですね、一つあの今先生から話ありましたけども、8月の19日ですけども、はい、これ北大で医療講演があるんですけども、うんうん、これさっき名前の出た坂本先生の、8月19でしたっけ、19ですよね、29でなかったっけ、いや、あ、29ですね、29でした、うん、はい、それがあります、はい、1時からですね、うんうん、で学術交流会館で、はい、今は大きいというかそういうのがあります。はい、はい、ということでございますので、はい、ではぜひ大野さんからラジオお聞きの方に向けて一言いただければと思います。はい、一言で言っても今言ったようなのがこれからあるんですけども、はいはい、うん、そうですね、あのさっき盆踊りの話しましたけども、はいはい、まあちょっと自分 あのプライベートなんですけども、はい、8月の11日が大曲がりで盆踊り大会にたまたま、はい、ちょっとバンドで呼ばれて、行ってきます行ってきます大曲がりですね、まあ自分のあれとしてはですね、あとこれからまあお盆近くになって肝炎の方、うん、美観の方の活動は少し控えめになると思いますけども、はい、また9月からは涼しくなると同時に、うんうん、また啓発活動、そういうのをみんなでやっていきたいと思ってます、はいはい、ということで各地の、ね、健康祭りなどにもね、はい、啓発で立つという予定がたくさんあるということですので、はいはい、ぜひぜひ皆さん、ね、お祭り会場とかイベント会場などでオレンジ色ののぼり見たら、はい、ぜひよろしくお願いします。来ていただければなというふうに思います。小野さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では川西先生からも、はい、予定などを教えてください。はい、今週は本当肝炎デーに向けて、ね、うん、いろんな帰国が出てくるんですけども、はい、うちはですね、26日の木曜日の午後2時にですね、脂肪肝の話っていうことで、まあ、ウイルス肝炎治った後の脂肪肝対策も兼ねてね、うん、久留米の川口先生が来てくれますので、ぜひあの午後2時から、水色の木漏れ日の研修センター来てほしいと思います。28日の肝炎ではね、赤レンガ前で肝ウイルス検査だとか脂肪肝の無料体験やってますのでね、午後3時から4時ですけども、ぜひお集まりください。あと8月の12日にはですね、あのお盆の期間中なんですけど、私たち休日当番やってる傍らでですね、子どもたち向けのエコー体験なんかもやってみようかということで、うん、はい、あの計画してますので、子どもさんの夏休みの自由研究がてらね、あの利用してもらってもいいのかなと思います。あと8月の19日の日曜日に肝炎患者の置かれた状況について考える公開シンポジウムというのがですね、TKP の札幌カンファレンスセンターの6階で行われますので、まあ、こちらもあの肝炎 あの患者さんの置かれた状況というのをぜひ多くの方に知ってもらいたいなと思いますので、まあ、参加できる方はぜひ、ね、お越しくださいというふうに考えています。あと札幌の肝がん検診が8月の今チェックしておりますね。2日と9日予定されてますので、はい、ぜひあの来れる方はあの申し込んでいただければと思います。はい、はい、ということで詳しくはですね、川西先生のブログにですね、予定などを掲載されております。ブログ名を教えてください。肝臓とともに生きる人たちを応援しますというブログをやってますので、ぜひご覧ください。はい、ということで、品川さんは事務局、ね、肝がん検診団の事務局も務めていらっしゃいますけれども、ね、肝がん検診などなんか申し込みたいなっていう方はどうしたらいいですか。そうですね、はい、まずあの検診は年間でですね、はい、あのスケジュール組んでやってる部分もありますので、うん、はい、あの一度事務局の方にお電話いただければと思います。はい、でお電話、まあ、留守電になっていることも多いんですけれども、うんうん、はい、あの留守番電話にはお声入れておいていただければですね、折り返しお電話という形でもできますので、はいはい、では電話番号をお願いしてもいいでしょうか。はい、はい、電話番号は
いつも自分のクリニックの番号と間違えちゃう。011-728-1008 になります。728-1008番ですね、はい。ぜひ皆さん、ご連絡いただければなと思います。ということで今日もあっという間の30分でございました。今日はこの時間、川西先生、そして品川さん、そして原告団から大野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。